福島と宮城で最大震度6強を観測した地震の影響で東京駅までの直通運転を中断している北海道新幹線について JR 東日本は13日から再開する見通しを明らかにしました。 JR 東日本の深澤裕二社長は3日の会見で13日から北海道新幹線の東京駅への直通運転を再開する予定だと話しました。北海道新幹線は東北新幹線の設備が地震で被害を受けた影響で現在も東京駅への直通運転を中断していて、新函館北斗駅から新青森駅や盛岡駅の間で運行しています。また東北新幹線は一部区間で速度を落として運転しているため、東京駅から仙台駅などの間は通常より1時間ほどかかっていますが、この所要時間も13日から短縮することを目指すということです。一方、今回の地震による鉄道設備の復旧費用はおよそ70億円に上るということです。